2023年2月8日、ウクライナ東部ドンバス地方ルハンシク州のハイダイ知事が SNS に、ルハンシク州でドネツク州との州境に近いクレミンナ近郊において、これまで攻勢に出ていることが伝えられていたウクライナ軍に対して逆に最大限の激しさで、攻勢を強めているとの投稿をしたよ。アメリカのシンクタンク戦争研究所でも8日に、ロシア軍がドネツク州のバフムート周辺の他にルハンシク州内でも大規模攻勢を開始したと見られるとの指摘をしていて、半年以上の激戦が続くバフムート攻防戦以外の東部戦線において、ロシア軍の大攻勢が始まったとの見方が強まっているな。長らくウクライナの優位性が語られた中で、ようやくロシアが本腰を上げてきたってわけだね。仮にも世界トップクラスの軍事力を持ったロシアがこのまま終わるはずないもんね。さて今回はロシア軍がドネツク州のほか、ルハンシク州方面でも攻勢に出ていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。戦争研究所の分析によると、ルハンシク州西部のスバトボからクレミンナを南北に結ぶライン上で、攻勢を強めており自動車化狙撃師団、戦車師団、空挺師団など3個師団以上の兵力で作戦を展開しているというよ。またハイダイ知事は、さらに9日にもロシア軍は東部戦線においてウクライナ軍防衛線の突破を図っているんだけど、今のところは目星成果を上げていないとして、ウクライナ軍の前線を強調する投稿もしているけど、クレミンナ付近のウクライナ軍防衛線を突破されるようなことあると、そこから南西方向にあるドネツク州においてウクライナ軍が拠点としている主要都市の、クラマトルスクにまで進撃する可能性があるとして懸念を示しているみたい。ルハンシク州が2022年7月にロシア軍によってほぼ全州が制圧されていたけど、9月のウクライナ軍による反転攻勢によって東に退却させられていたものが、ここに来てロシア軍が攻勢に出たことで少し戦線を西に押し戻していると見られ、再び全域を制圧する可能性が出てきたばかりではなく、ドネツク州における鉄道交通などの要衝であるリマンを再び占領する可能性も出てきたとの指摘も出ているんだ。また、ロシア国営タス通信が報じているところによると、ロシア側が任命しているドネツク州の暫定知事が7日に、バフムート攻略に参加しているロシア正規軍の一部の部隊が北に移動しつつあり、リマンを攻略しようとしていると述べたと伝えていて、ロシア軍はバフムートとリマンを攻略した後にクラマトルスクの攻略を目指す戦略ではないかと見られているぜ。この状況下でウクライナのゼレンスキー大統領は8日にイギリスのスナク首相と会談を行うためにロンドンを訪問したよ。訪問の目的は北大西洋条約機構NATO加盟各国が提供を約束した戦車などの装備の早期の引き渡しや、さらなる支援として戦闘機の供与を要求するためと見られているんだけど、イギリス政府はゼレンスキースナク会談に先立ち、この先ウクライナに対し戦闘機の供与を見越して、ウクライナ空軍のパイロットに対する操縦訓練を実施することを発表しており、ゼレンスキー大統領は西側諸国では真っ先に供与されることが決まった。チャレンジャーに戦車と戦闘機供与の可能性を示唆する決定について、詳細の確認とイギリス政府への謝意を述べるためと、アメリカなどに戦闘機供与をアピールするために訪問したと見られているね。ゼレンスキー大統領はイギリス国会議事堂内のホールにおいて上下院議員らに対して演説を行い、ウクライナに戦闘機を、自由のための翼を与えてほしいと訴え、アメリカやヨーロッパ諸国に対して戦闘機の支援を呼びかけたほか、ロシアに対してさらなる強力な制裁を継続するよう求めたよ。ウクライナ側が戦車の提供の次に求めている、アメリカ製で NATO 各国が運用している F-16 ファイティングファルコン戦闘機などの西側製戦闘機の供与をめぐっては、アメリカのバイデン大統領やドイツのショルツ首相などが慎重な姿勢を見せていて、イギリス政府内でも慎重意見はあるものの、同国においてはウクライナの要請を踏まえた上で、いずれ供与が開始されるものとみて議会が訓練のみを先行実施する方針が決めたとみられ、ゼレンスキー大統領にはイギリス訪問してこのことをアピールした上で、アメリカとドイツにも積極的な姿勢を見せてほしいとの要求を突きつける狙いがあったものとみられているな。
今回イギリス議会が決定した戦闘機訓練の実施についてスナク氏は会談後の共同声明で、今後数年にわたりウクライナに寄り添う英国の長期的な制約を強調するものだと述べ、ロシアによるウクライナ侵略が長期化することへの対応措置だとしたほか、すべての可能性を排除しないと述べて、戦闘機供与の検討を進める考えを示したが、いつまでに結論を出すのかなどの具体的な時期の見通しは示さず、早期の供与には否定的な姿勢を示したみたい。そして両首脳は会談後に、ロシアの侵略を非難する共同声明に署名して、ロシアの侵略に対する勝利と、公正で持続可能な平和を追求するとの声明を発表したんだ。ゼレンスキー大統領はその後、イギリス南西部ドーセットにある陸軍基地でウクライナ軍の戦車部隊の訓練を視察し、早ければ3月中にも14両の供与が決定しているイギリス陸軍の主力戦車チャレンジャー2の操縦訓練を受けているウクライナ軍兵士を激励し、ここでもウクライナに武器がなければ、侵略者との戦闘が行き詰まると述べて、西側諸国からの軍事支援の意義を強調したよ。いくら士気の高い兵士がいても、武器がないと戦えないもんね。ロシア軍の侵略開始後、ゼレンスキー氏が国外で訓練中の部隊を訪れたのは初めてであり、ウクライナ軍の戦車兵に対しては、他にドイツやポーランドなどのヨーロッパ各地で実施されていると見られているんだ。ゼレンスキー大統領はその後、バッキンガム宮殿を訪問してチャールズ国王と面会した後、ロイター通信によると8日中にパリに移動して、フランスのマクロン大統領とドイツのショルツ首相との会談が行われたみたい。ゼレンスキー大統領はこの仏独両首脳との会談においても戦闘機の供与を要請したと見られているが、マクロン大統領はウクライナは今後もフランスの支援を頼りにできるとして、フランスがウクライナの勝利と正しい権利の回復を助ける決意をしたと述べ、ショルツ首相は我々の立場は変わっておらず、この侵略戦争でロシアを勝たせるわけにはいかないと述べたと伝えられているけど、マクロン大統領とショルツ氏首相が、ウクライナに対して戦闘機供与を約束したかどうかについては、現時点では明らかになっていないよ。西側の戦車供与については、イギリスのチャレンジャーに、ドイツのレオパルトに、アメリカの M1A2 エイブラムスが供与されることになっていて、これらが計画通り配備された場合、ロシア軍とウクライナ軍との戦力差がかなり埋まるものと見られているが、両軍における現時点での戦車保有数について、オランダの軍事情報サイトであるオーリクシーが2月10日までの集計として、2022年2月24日のウクライナ侵略開始以降、撃破が確認されたロシア軍の戦車が1000両に達したとの報告を発表したんだって。同サイトはインターネット上に投稿された動画や画像など公開されている情報から両国軍の損害を追跡しており、その分析は精度が高いとして評価されているな。それによると、10日までに確認されたロシア軍の戦車の損害は、撃破戦12両損傷80両砲機75両路獲されたもの546両とされ、その一方でウクライナ軍戦車の損害は、撃破271両損傷27両砲機17両路獲142両とされているね。これらはあくまで動画や画像などで確認された数字であるため、実際には未確認の損害の方が多いとされていて、オーリクシーによればロシア軍戦車における実際の損害は2000両近くに達している可能性があるというけど、ロシア軍には T62 など旧式戦車の保管在庫が1万両以上あるとされているため、保有数では未だロシア軍がウクライナ軍を圧倒しているよ。しかし、この先ウクライナ軍に西側の強力な新型戦車が供与されることで、このバランスが大きく変わる可能性が高く、ロシア軍はそれらが配備される前に東部ドンバス地方を完全に制圧しなければならないとして、これまで以上に犠牲を顧みない人海戦術による攻撃を加えてくると見られているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。